はい、じゃあお待たせしました。追加配信ですね。9時過ぎたんですけども、あれから1時間半ぐらい経ったんですね。朝9時、あ、7時半ですね。9日の7時半は、こういう三角形が見えていたんですけども、いかがだったでしょうか。で、次の瞬間、1時間半後なんですけど、9時に三角形がね、こういうふうに形を、まあ、破ったのかなっていうふうに見えます。で、まあ、1時間はこんな形で、残りの時間軸はすべて、まあ、倍の相場になってますよね。それから、こちらのレンジがこういうふうに被ってますんで、もうこれはね、テクニカル的には上に向かうしかないかなっていうところにはなってますね。こちらを突き破って伸びてますんで。はい。まあ、午前中、もうあと1本か2本、この陰線陽線。まあ、でもね、この陽線が完全にこれね、上昇局面に入ってますからね、移動平均線も全部上にぶち抜いてますし、まあもうこれ倍で入っていいんではなかろうかと思いますけども、慎重になりたい方はあと1時間2時間予想見たらいいと思います。じゃあ今日は以上ですね。